うちの道場は古武道があります。古武道すると体幹が鍛えられたり武器を使えるのでとても楽しいです。ぜひ、武道をみんなでやりましょう。はい、秦野市柔道協会の川口と申します。秦野市柔道協会は、柔道というのは他の競技とは違って、まず受け身、礼法からスタートします。人を敬う心、楽しみ、そういったところを重んじた、我々秦野市柔道協会です。皆さん楽しくやっております。柔道の楽しみをみんなで、分かち合いたいと思います。ぜひ参加してください。よろしくお願いします。日本の伝統文化である剣道の理念は、剣の理法の修練による人間形成の道です。本日はこの剣道の技についてご紹介します。剣道の打突部位は、面、小手、胴、突きがありますが、まず面打ちを見てください。十分な気迫で相手を制し、鋭く面を打ち込みます。この時、気合、竹刀の動き、体のさばきの危険体が一緒になって、打突して初めて一本になります。次は小手打ちです。これも十分な気迫で攻め、相手の手元が上がったところを鋭く、やはり危険体を一致させ打ち込みます。こういった技を学ぶため、基本稽古をやります。これは打ち込み稽古で、相手の隙をどんどん打っていく練習です。いろいろな稽古を繰り返し、技術を学ぶと同時に、強い気持ちも学びます。皆さん、剣道は楽しいですよ。小児事憲法協会の後藤と申します。よろしくお願いします。私ども小児事憲法協会は秦野市で、全部で4団体、3つの動員と1つのスポーツ少年団ということで、活動しております。小児事憲法って
多分知ってる方も知らない方も結構いらっしゃると思うんですけども、秦野市では、来年でちょうど55周年、少林寺拳法が、根付いてからですね、経ちます。非常に歴史があって、中には、おじいさんからお父さん、孫の代まで少林寺拳法を修行されていらっしゃる方も結構いらっしゃると思います。護身の技術ということでですね、小さなお子さんでも女性でも参加していただけますので、ぜひ見学体験入門、お待ちしております。よろしくお願いします。